指揮者という職業が成り立たない世界っていうのは考えもしなかった。僕にとってそのプロウィンドのメンバーっていうのは単なる仕事の相手じゃないんですよね。指揮者の大井武です。1974年4月30日生まれ、49歳になりました。私は生まれながらにして運動が嫌いだ。幼稚園生の時も本当にお遊戯の時間みたいな、嫌で嫌で外に出なかった時もしばしばあったみたいです。で、その時間に幼稚園の先生がピアノの練習をしてたんですよ。で、その時のピアノの音に惹かれて音楽に興味を持ったのが一番最初です。でも自分の家にはピアノもなかったから、最初はおもちゃのピアノでメリーさんの羊とか弾いてて、小学校に入る時にピアノを親にねだって買ってもらったんですね。まあ、そんなわけで音楽は好きでピアノも習ってたんですけども、小学校も高学年になるとクラシックは全くつまんなくなっちゃって、もっぱら弾くのはチェッカーズ、サザンオールスターズみたいな、ピアノの先生の前で弾いたのも松田の子守唄っていうサザン、あれを全部耳コピーで弾いてたんですけど、で中学校に入ったからには自分を変えたいと思ってサッカー部に入りたいと思ったんですよ。だけど大井くんになんか無理だと周りの同級生たちが言うので、それで吹奏楽部に行きなさいみたいに周りに言われて行ったんですけども、まあ、僕は忘れてたんですけれども、顧問の先生に言わせると、大井くんは最初から指揮をやりたいって言って来たんだっていうんですね。先生はとっても困って、そんな生徒いないから、それで打楽器に送り込んだというのが先生がおっしゃっていることなんですけど、僕は自分から打楽器を希望したと記憶してるんで、一体どっちが正しいんでしょうか、わからないんですけれども、中学校では打楽器でした。でも、まあ、確かに指揮をやりたいという気持ちは最初の方からあって、理解のある先生でしたので、中学校1年生の最後の頃から、最初はなんか基礎合奏みたいなものの時に指揮をするとか、だんだん先生がいない時に代わりに合奏を指揮するとか、そんな風に少しずつ経験を積ませてくれました。自分が一体どうして指揮をやりたいと思ったのか、全く自分でもいまだに分かってないというか覚えてないんですね。ただその部活で指揮をさせてもらって、まあ、うまくいかないこともたくさんあったけれども、やっぱりオーケストラや吹奏楽っていう大人数の合奏の曲のこういうふうに演奏したいっていうイメージが自分の中にはたくさんあったので、それが実現できるのはやっぱりこう指揮者しかなくて、その中学校の経験の楽しさがその後これでやっていこうと思う大きなきっかけというか原動力にはなっていたと思います。まあ、東京芸大の指揮科に入って、そこではまあほとんど吹奏楽はやらないわけです。たまに同級生たちと集まって年に1回なんか学園祭みたいなのでやるとか、そんな感じで勉強するのはもう本当にクラシックのシンフォニカとオペラのレパートリー、普段はだから吹奏楽をやる機会はなかったんですけれども、大学4年生の時から5年間、一般のアマチュアのバンドを指揮していまして、それもものすごく楽しかったんで、中学生の時のなんか気持ちも蘇ってきてのめり込んでやってました。で、プロの吹奏楽を振る機会っていうのはほとんどなかったんですけれども、まあオーケストラの世界での活動が主で、で山形交響楽団の指揮者をやっていた時に、ある日トランペットの井上さんから「プロウィンド023っていうのをやりたいんだ」と、については振ってくれないかと言われたのがきっかけです。
今でも覚えてるんですけど、まあ、山京のスクールコンサートたくさん振ってましてね、本番前あの体育館で皆さん準備してる時に井上さんにその話をもらったんで、もういつもあの冗談であの体育館の裏に呼び出されてやると言われたなんて冗談で言ってるんですけども、あのそれがきっかけです。でその時井上さんは僕が吹奏楽を好きなこととか、まあ、全然ご存知なかったみたいです。後から知ったっておっしゃってました。本当に偶然です。そのプロウィンド023が2011年に始まったんですよね。で当時の僕としてはその吹奏楽をしかもプロの、あのレベルで最初のコンサートはアルメニアンダンスの全曲、これも僕はプロウィンドで初めてあの振ったんですけれども、そういう曲もできるっていうんでもうめったにない機会だということですごく楽しかったのを覚えてます。もちろん今でも楽しいですよ。でももう今は吹奏楽を振る機会が幸いにもたくさんあるけど、本当に珍しい機会だったんですよ、うん、でみんなですごい盛り上がってこれを続けていこうって言って今があるわけなんですけども、そのこととその翌年ぐらいからシエナウィンドとか構成ウィンドからまあ指揮をするお話をいただいたんですけど、プロウィンドで振ってたから呼ばれたわけではないと思うんですね。だからいろんな偶然が重なって少しずつ吹奏楽を振るようになって、で構成ウィンドの正指揮者に2014年からなったわけなんですけれども、その時に本当に自分は吹奏楽のプロにならなきゃいけないなと思って、それは曲についての知識だったりいろんな曲をよく知っていることだったり、あるいは響きの感覚だったり、そういった面でプロにならないといけないなと思って、ちょっと本腰入れてこう勉強するっていうか、構成ウィンドとプロウィンドっていうのはもちろん違う人たちが演奏しているんだから違う響きで出なきゃおかしいわけなんだけれども、構成ウィンドで身につけたものをプロウィンドの皆さんと共有することによってプロウィンド023のバンドの響きっていうのも少しずつ変わっていったかなと、まあ自画自賛で言えばより成熟していったかなという気はしています。もちろんずっと一緒に演奏活動を重ねていった年月のね蓄積もあると思いますけれども、あの僕にとってはいろんなチャレンジがプロウィンドで、あれいろいろあの例えば配置のことを試すとかいろんなあのトライもプロウィンドでさせてもらったっていうのは、そこで得たまたノウハウをまた構成ウィンドだったり今他の吹奏楽団でも展開することができるっていうすごくありがたい環境をもらったなと思ってます。コロナでコンサートがバタバタバタっとなくなっていったのは2020年の2月のおしまいぐらいからパタッとなくなっていってっていう感じだったと思うんですよね。でプロウィンドはいつも5月のゴールデンウィークにコンサートするから3月の様子見て、でもギリギリまでなんとかできたらやろうっていうふうに我々思ってたんだけども、これはどうにもできないなっていうことになって、とっても大切なコンサートだったんですよね、10年目のね。だからギリギリまでやろうとしたし、でも諦めて正解だったと思いますけど、すごく寂しかったんです。でもあの時はあのプロウィンドだけじゃなくて全部の仕事がなくなって、なんとなく指揮者になったけれども指揮者という職業が成り立たない世界っていうのは考えもしなかったことに初めて気づきましたよね。それは考えておくべきことだったのではないかなと
思ったりもして、自分の中でまだ答えは出ていないまま、また仕事がね、戻ってきてますけれども、また同じようなことがないとは限らないから、そこはまだまだ時間をかけて、指揮者という仕事が成り立たない世の中が続いた時に、じゃあ自分はどうやって生きていくかっていうことも引き続き考えていきたいなとは思ってます。で、その間は幸いに、まあ、なんかやりたいことはたくさんあって、ゆっくり譜面を読んだりとか、その後7月ぐらいからちょっとずつ指揮をする機会が戻ってきた時のありがたさっていうんですか、忘れられないし、それから本当に残念ながらコロナでお亡くなりになった方のいろんな報道があって、そういうのを目にしたり耳にしたりした時に、今日生きていることのありがたさ、今日健康でいることのありがたさっていうのを改めても感じるようになって、健康でいさせてもらえる間は悔いのないように、思い切ってやりたいことをやりたいように生きようっていうのは、コロナをきっかけにすごく強く感じるようになりましたよね。これはまた次回できたらいいやっていうふうに、音楽的なことにせよ、なんかこの曲をやれるかもしれないっていう時にせよ、先延ばししないようになりました。そのブルーウィンドの仲間とのことで言うと、僕にとってそのプロウィンドのメンバーっていうのは、単なる仕事の相手じゃないんですよね。なんか同じ思いで結びついてる仲間たちなので、今回4年ぶりにプロウィンドでご一緒してすごく嬉しいけど、こんなに空いたのは、他の仕事っていうのは大体もうちょっと早くも戻って来てたんですけど、プロウィンドが戻ってこないことには、なんか戻ってきたっていう感覚にずっとなれなかったですよね。とってもとってもとっても寂しかったけど、やっと一緒に会えてよかったなと。